皆さんお久しぶりです。沙織です。はい、今日は私がアカデミーに戻りましたというお知らせをしようと思って動画を撮っております。やったね、半年間、はい、待ちに待ってやっとアカデミーに戻りました。で、メンバーも、まあ、全員ではないんですけど、ほぼほぼ一緒に戻ってくれてお勉強再開してくれたので、皆さんやる気あってすごくいい感じになっております。休みの間もみんなとお勉強会したりとか、あとグループがすぐ戻ってすぐお勉強始めれるように全部準備してたので、本当にいい感じに戻れたっていうのがあって、もう嬉しい。嬉しいです。そして私今回戻るときに、一回 TBX で入ったんですけど、最近 IM パワードっていうのが、はい、出たので、で、IM パワードにしました。皆さん、IM パワード知ってますか？二つね、コースが選べて、ちょっとお得に、お勉強ができます。っていうのは、TBX コースだけだと、185ドル毎月かかるんですけど、プラス65ドルするだけで、もう一つコースが選べます。はい。結構ね、旅行のパッケージにしてる人が多いのかなと思うんですけど、私も、旅行好きなので、TBX と旅行のパッケージセットにしようと思ってて、で、TBX で1年間お勉強頑張ったら、TLX で旅行のプレゼントもらおうと思ったんですよね。ちょっと見せようかな。画面シェアして。はい。こんな感じで。選べる2コース、受講の場合って書いてあるんですけど、これは、私が説明会とかで使ってるスライドの一つです。はい。で、IM パワードにしました。で、月会費が65ドルプラスして、そして TLX、旅行のパッケージ、積み立てのやつを入って、なおかつ MMX、マインドセットのコースもついてくる。まあ、3ヶ月間だけらしいんですけど、ついてくるっていう話なので、IM パワードにしようと思っていました。でも、最近 DCX で、ゆき先生が入られて、もう DCX 受けるしかないでしょ、そりゃ。ね、TBX すごく面白いし、私大好きなんですけど、もう仮想通貨もしっかり今のうちに学んで、2025年に備えて、はい、用意しないといけないので、お勉強をしています。ゆき先生、入られました。いやー、いいですね。クリプトクラブ、毎日見てます。時間もね、カリフォルニアの8時なんですよ。日本の朝10時でしたっけ ?12 時か。12時が、カリフォルニアの8時。夜の8時になるので、ちょうどいい時間なんです。でも、最近ちょっとバタバタしてたので、今は録画を見てます。めちゃくちゃ面白い。もう、面白すぎて、毎日見てる。今日も朝ずっと見てました。今日は、カリフォルニア日曜日で、教会の日なんですけど、もう、教会行く準備しながら先生の、このブートキャンプ3だ。ね、デイ3を見てました。本当に面白いの。で、私は前からレッチャー、ナノは持ってたので、設定はしてたんですけど、細かい使い方っていうのを知らなかったから、本当に良かった。いいタイミングでゆき先生が先生になってくれたので、もう私は本当に楽しんでいます。はい。そんなわけで、TLX を諦めて DCX と TBX の2つのコースを入りました。こっちの IM パワードにして、またお勉強再開してます。で、最近のお勉強内容は、トレード自体は、相場の構成とセオリー合わせて、で、反応するところに予約注文入れてるって感じです。で、バイナリーオプションも実はやってて、私両方やってるんですけど、バイナリーオプションは今、インパルス使ってます。886も全然使うんですけど、ちょっとね、ドクターリー先生を攻略したいなと思っていて、インパルスっていうね、せっかく素敵な、ツールがあるので、今インパルスに集中してお勉強しています。もうやっぱりね、アカデミーがない生活は辛かったので、もう今水を得た魚みたいに勉強してるんですけど、今はもうドクターリー先生集中でやってます。ちょっとびっくりしたのが、数日前に、ライブに参加していたら、ドクターリー先生がまさかの同い年っていうのに、びっくりして、本当みたいな。どうしましょう。同い年なのに、この人生の達成感が全く違うっていう。まあ私も頑張りますけども。ね、比べるところではないのでいいんですが、
ドクター・リュウ先生すごいので、憧れている先生の一人です。どこから見ていくといいか。ドクター・リュウ先生を攻略するには、もうね、初めから見ていくのが一番いいです。もちろんこのブートキャンプ1、2、3、4、5なんですけど、英語なので、結構ね、やっぱ皆さん大変かなと思います。私一応英語は聞き取れるんですけど、それでも細かい表現をするので、結構ね、頭痛いというと、あれですが、はい、大変ですけど、内容が濃くて、そして丁寧に教えてくれるので、今、私はドクター・リー先生推しです。で、ただね、すっごく気になっているの、もちろんね、ゆき先生、これさっき見てたんですけど、ゆき先生の、もうこれもう全部見てます。プラスは全部ゆき先生の見ていて、で、あとは、DCX せっかく入ってるので、英語の先生も見たいなっていうことで、今一番DCX の方で気になってるのが、オーラン先生ですね。オーラン先生、これ二つ時間分けてるのは何なんだろうね。ちょっとわかんないんですけど、まだ。オーラン先生の、出してくれた有料のね、ツールだったんですけど、レベルスが無料になってついてきてるので、ね、TBX にもついてますし、ね、使えますので、その使い方をね、ちょっと学びたいなと思って。で、すっごくね、説明良さそうなんですよね。まだまだ全部動画見てないんですけど、こっちじゃないな、もう一つのアカウントの方がすごくなんか見たいのがいっぱいあったんですよ。こっちフェイバリットセッションズに、そう、これ見ると絶対相場の構成とか細かく言ってくれているっていうのがわかるので、ちょっと見てみたいなと思います。ただね、どっから始めるんだって感じなので、どっから始めたらいいのかな、いつも先生たちね。ここにあるのがこれだけだけど、多分ね、検索するとたくさん出てくると思うので、はい、またちょっと見ながら進めていこうと思うんですけど、レベルスはインパルスからも行くことができます。こっちのね、いっぱい使えるようになってすごいありがたいんですけど、レベルスこれですね、緑色のやつ。だんだんツール増えて、覚えていくのも大変で、はい。なんかこの BOS とかも全部もともと記載されているっていうのがすごくありがたい。ね、ここって矢印出てるけど。BOS が発生したキャンドルのことを指してるんだよね。で、全然まだ使い方をマスターしてないので、デマンドゾーンとかも引いてくれるのこれ。そういうことなんだ。サプライゾーン、デマンドゾーン、勝手に引いてくれるという。なんとも、これも、トレーダー、甘やかされてしまいますね。できたらちょっとリクイディティのところも引いてほしいんですけど、私的に。ね、こういうとことか、キュッキュッて。いや、面白そうですね。まだ全然使い方わかってません。一部ちょっとね、教えてもらってメンバーにシェアしたんですけど、結構それでメンバー気に入って使っている子がいるので、極めていこうかなと思ってます。あとはなんだ？あと、そんな感じですかね。戻って今やってることは、ドクター・リー先生の動画全部見るつもりでいるので、ドクター・リー先生の動画を進めてるんですけど、それと、ゆき先生の動画と、そう、で、みゆき先生がワイコフされてるじゃないですか。で、ワイコフはちょっとうちのグループの女の子に一人頼んでる子がいるので、その子にちょっとまとめをしてもらおうと思って、ちょっと申し訳ないんですけど、なかなか手が出せなくて、きっとね、見たらすごい勉強になると思うんですよ。ワイコフ私ずっと勉強したかったやつなので、その勉強してる子に言われたのが、私インスタグラムで、チャートをシェアしてるんですね。で、そのチャートを見てると、ちゃんとワイコフで撮ってるねって言われて、そうなんだ、私知らないうちにワイコフ見れてんだと思って、まだね、手が出てないんですけど、どうもワイコフではちゃんとトレードしているらしいです。ハリリス先生はスマートマネーコンセプトが強いと思うので、個人的にはスマートマネーコンセプトでトレードがしたいです。その後にというか、バイナリーとか、ちょっとしたトレードっていうのは、インパルスでやっていこうかなって、今考えてます。やっぱり基礎ができてないと、どんな手法を使ってもずっと勝ち続けることはできないんですよ。そこで勝ち続けられる人と、
一時的に勝てても次の月から負けちゃうって人は、やっぱりその場の構成が分かってなかったり、セオリーみたいにね、基礎ができてないっていうところが多いので、で手法をやりながら、セオリーを覚えていったらいいと思うんですけど、そういうのをちょっと頑張ってみると、結構しっかりチャートが見れるようになるのがアカデミーのお勉強なので、はい、ぜひね、頑張っていきましょうってまた戻ったばっかりの私が言ってるんですけど、そう。で、お休みしている間もね、やっぱいろんなメッセージをいただきました。自分のチームもビジネス寄りですごい苦しいですっていう人がたくさんいたし、上の人がお勉強する人じゃないから全然情報が入ってきませんっていうメッセージもいただきました。本当にその気持ちわかるし、そこに苦しんでマイナスな力を使うぐらいなら解決してた方がいいんじゃないかなっていうのは私は思います。で、そこに留まりたい。でも、協力がないって思う場合は、もうしょうがない。自分で勉強するしかなくて、でも、Go Live だけで全然成長できます。はい、みゆき先生も言ってると思うんだけど、リーダーとか、下に誰がついてるとか、上に誰がついてるっていうのは、結果的には関係なくて、まあ、ビジネスするってなるとちょっと変わってくるんだけど、勉強するぐらいだったら、全然一人でやるものだから、全然ね、どこのグループに属してようが、自分が勉強してたらできるの。例えば、私は、メンバーのためにはやったんだけど、みゆき先生の動画を全部日付順に並べてるのね。で、自分が興味があるタイトルを先に見ちゃうとか、そういう風にして、勉強自体はやっぱり自分がするものだから、全然どこのグループに属しててもいいと思います。ただ、強制されて、なんかビジネスもやりましょう。で、強制されるっていう部分が出てくると、それは違うと思うから、そういう時はやっぱりちょっと考えないといけないと思う。もう、シャットダウンするとか、もう離れるとか、そういうふうに考えないといけないと思います。はい。私は英語がわかるので、自分で調べたんですけど、コンプライアンスを違反してるリーダーさんが結構いらっしゃるので、なんかそういうリーダーは危険だなって思います。私個人的に。で、コンプライアンス守らないとアカウントをバンされちゃうんですよね。IM アカデミーって、めちゃくちゃ厳しいところなので、はい、違反したりとかすると、普通にアカデミーのアカウントバンされます。はい。で、私は以前、インスタグラムの投稿に金額を載せてたんですよ。いくら、利益が出たみたいな。で、それで、バンされたことが一回あるんですけど、5回バンされると確実にもう、戻ることができます。で、私の前のアカウントでバンされて、で、新しいアカウントは全然もうクリーンなんですけど、前のアカウントで、お給料も発生してた時に、バンされて、お給料も止まるし、もちろん。弁護士さんから、メールで通知来ます。で、この投稿を消してください。で、この投稿を消したら、ここにサインをして、この書類を送り返してください。で、そのサインっていうのは、今後違反をしませんみたいな同意書を書かされるんだけど、そこにサインして、で、送ると、まあ、アカウントは復帰できるんだけど、それが何回も続くと、もう強制退場になっちゃうので、コンプライアンスは、しっかり目を通しましょう。で、インスタグラム上にコンプライアンスを監視するアカウントがあります。アカデミーから出てる、コンプライアンスのアカウントがあるので、それが結構、見てるので、気をつけた方がいいと思います。はい、というわけで、6ヶ月経ったし、戻ったよっていうだけの、かなり一方的な報告の動画になってしまいましたが、ぜひね、これからも、アカデミーのメンバーの一員として仲良くしていただけたら嬉しいです。で、インスタグラムに私の、FX のアカウントがあります。YouTube でアカデミーの魅力発信中って書いてるんですけど、これ何で、これで検索すれば出ますね。サオリアンダーバー 4X FX です。はい。でね、ここにちゃんと SNS 監視用のインスタもありますよっていう話をしてるんですけど、最近まあインパルスでトレードもしてるので、インパルスも載せています。あとは、まあ普通にトレードしてるやつを気が向いたら投稿してるって感じですね。で、あと IG ライブもメンバーと一緒にしてたりとかしてますので、もしよかったらフォローお願いします。はい。で、こちらの YouTube も、本当に時間がある時に更新をしているので、
なかなか動画が増えないんですけれど、たまに出す動画を見てやってもいいよっていう方は、ぜひサブスクライブしていただけると嬉しいです。あとコメントもお待ちしています。なんかこういうことを教えてもらえると嬉しいですみたいなことがあれば、全然動画作ったりとかコメントでお話できるので、どしどしコメントいただけたら嬉しいです。はい、今日は、これで失礼しようと思います。見ていただいてありがとうございます。バイバーイ。